はい、こんばんは。今回はこちらの超怖い話ガム復刻の書を、さあこちらの世界へおいでなさい。はい、これを読んでいきたいと思います。前回読んでからねだいぶ期間が空いてしまったんですけど、今回は前回とお話がダブらなければいいなと思います。はい、さて何が出るかな。じゃん、よし、ガム。自転車の後部座席。ほう、これは毛量召喚、霊を召喚するお札。ほう、皆さん幽霊召喚してみたいと思いますか？身内ならねまだありかなと思うんですけど、まあこのお札はいつか使うときに取っときましょう。はい、では読みます。お話破ってから読むね。あれ、ここからじゃない、間違えた、こっちからでした。はい、それでは読みたいと思います。読みます。自転車の後部座席、超怖い話その18。霊感が強い男の子がいました。男の子が住むマンションに友達が遊びに来ていましたが、友達が帰る時間になりました。じゃあねと手を振って友達が玄関から出て行った時、男の子は胸騒ぎがしました。このまま返してしまうと友達が事故に遭うのではないかという気持ちになったのです。心配になってマンションの窓から自転車置き場を見下ろしました。マンションの下では友達が自転車に乗ってこれから走り出そうとしているところでした。そこで男の子は見てしまったのです。自転車の後部座席には見たことのない老婆が乗っているではありませんか。男の子には老婆がこの世のものではない存在だということが直感でわかりました。大声で友達を呼ぼうとしたその時、老婆が男の子の方を見上げて、教えたらお前を殺すと叫びました。その恐ろしさに男の子が言葉を失っていた間に、友達が乗った自転車はどんどん遠ざかっていきました。その後友達は事故に遭い、命は取り留めたものの大怪我をしたそうです。はい、怖い話ですね。めっちゃカミカミでしたけど。はい、久しぶりに読んでみました。自転車の後部座席、こんなねシワシワで真っ白なおばあさん見たことないですけどね。見える人には見えるのかな、怖いですね。いやー、霊感がなくて本当に良かったと思うばっかりですね。というわけでガムも食べたいと思います。そしてガムを食べながらおしまいです。超怖い話ガム復刻の書でした。おしまい。